で撮ろうと思ったけど、ちょっと眩しすぎる。え、どこまで行っても太陽いるんですけど。最高だね、君。でもちょっと撮影には不向きかも。あ、これぐらいだったらちょうどいい。ちょい暗かな。照明あった方がいい？ここまで暗かったら。どう？うん、まあいいか。自然光で撮りたかった、うちだって。けどちょっと太陽が強すぎてあれなので。ああ。うっ。というわけで、今日は喉の調子がね、まだあんまり良くはないんですけど、体調がだいぶね、多分全然回の動画ぐらいで、今絶対白目向いてるよね、私ごめんね。全然回ぐらいの動画で体調がすこぶる悪いですっていう話をしたんですけど、そっからだいぶ復活して、ちょっとだけ元気になったので、今日はね、夜ね、友達とちょっとおディナーにでも行こうかしらと思ったので、時間が今日は結構あるので、今の時間がね、夕方の5時なんですけど、メイクをしたいと思います。で、今日見つけた幸せ、本当さっき見つけた幸せがあって、あ、今ちなみに貼ってるのはあのウォン・ジョンヨ先生のあのメイク前のシートマスク、ポイントシートマスクを貼ってます。もう最高で、今日ね10時ぐらいに起きたので、10時ぐらいに起きて、今日はあの普通にお家でちょっとお仕事があったから、まあ軽くお仕事しながらお昼ご飯お寿司を食べたのね。でそっから今日は割とゆっくりな時間だったから、あのお昼寝しようと思って15時ぐらいにお昼寝したので、もう私って天気いいと家にいる時はずっと窓全開なので、全部の部屋の窓全開で常にいるんだけど、もうね、何？あったかーいじんわーりした西日に照らされながら、生ぬるさの一つもない綺麗な初夏の風が体を通りながらお昼寝をしたの。もう気持ちよすぎて、で1時間ぐらい、1時間半ぐらいお昼寝したんだけど、テント一緒に、もう最高の目覚めすぎて、それはメイクする気にもなりますわっていう感じ。でも本当に30分前ぐらいに起きたばっかりだから、寝起きっちゃ寝起きなので、むくみ&エナではあるんですけど、なんか最近ね、肌の調子がまあいいっちゃいいんだけど、まあいいよね。いいんかいって感じなんですけど、いいんだけどね、なんかおでこにちょんと今までにできたことないぐらいのサイズのニキビがね、ちょんちょんちょんってできてるの。これ結構もう治りかけなんだけど、なんなのこれ。で漢方をね飲み始めてからできたの、そのニキビが。でもさすがに漢方を飲んでニキビができるはずがないと思って、あんまり信じてなかったんですけど、ちょっとさすがにあれを飲んだ時から肌のね許可も出してないニキビニキビたちが出てきてるので、ちょっと今日漢方飲むのやめました。これでもしニキビをついたら本当にあの漢方のせいってことだよね。許さないかんな、橋本かんな。はい、もうそんなことはどうでもよくって、ゆっくりメイクをしていきたいと思います。前回の動画でアットコスメの爆買いあげて、その購入品を使ってメイクをしようかなって話してるんですけど、まあそれも使いつつ、けどまあそんなにとらわれすぎずっていう、もう本当に超 B 型の性格のメイクをしていきたいと思います。鼻かゆー！てかなんか、こっちの鼻だけがずっと詰まってて、こっちばっかり吸うから、こっちの頭だけが超痛いの。なんなのこれ！許さないから！はい。というわけでメイクしていきます。一緒に吸わないメイク動画。本当にすごいよね。このすっぴんで堂々とカメラに近づいて、可愛いポーズをする。もう自分でもすごいと思う。カラコンは、ごめん、ちょっと今日、今まだ鼻の調子がおかしいから、声が変なんだけど、ずっとさ、私、バンビシリーズのヴィンテージピスタチオを使ってたじゃん。でも最近ちょっといろいろワーキーチャンネルしてて、なんかね、これ可愛いんだけど、やっぱりね、最近ちょっと着色直径がちっちゃめのカラコンにハマってるので、ちょっとデカすぎるんだよね。で、それでちょうどいいのが、この N ズコレクションの渡辺直美先輩のメロンパンとずんだ餅っていう色があって、メロンパンは結構ハワイの時でもつけたぐらい、あの
もう結構発色が超いい感じで、でも普段使いはずんだ餅ぐらいがちょうどいいのね。あの私のインスタの投稿で一番最新のディズニーの投稿はずんだ餅をつけてるんだけどがちょうどいいんだけども、なくなっちゃったので、それに似たいのってなったら、これ韓国で買った、韓国で買ってないわ、日本のドンキでめっちゃ買ったわ、オーレンズのオリーブとハパスクリーン、ウォニョン先輩のハパスクリーンのカラーがちょうどいいんですけど、多分私ね、このカーブ、目のカーブ的に韓国のやつが合わないことが判明して、なんかハワイでつけようと思ってつけたらめっちゃ痛くて両方ともやめちゃったんだけど、ちょっともう一回だけ挑戦していい？その時の調子が悪かったのかもしれないから、オーレンズのを使ってみますね。ピンクは今ハウスで寝てます。あの子はまだお昼寝タイムです。でも本当に痛かったの、ハワイでつけた時。つけてみる？あ、いけるかも。あ、でもいけるかも。めっちゃ可愛くない？あ、すごい、光ここだけ入ってすごい。え、じゃあハワイの時なんで痛かったんだろう。向き逆だったのかな。両目つけたらこんな感じ。あ、熱いわ。はい、まずはこちらですね、ティルティルのマスクフィットサンクリーム。この日焼け止めはもう超愛用してます。どんなメイク下地にもどんなファンデにも相性がいいので、匂いがいい匂いかって言われると正直な話そんなことは言えないんですけれども、やっぱ何にも響かないものが一番いいので。で、しかも SPF50 プラスの PA が4プラス入ってるので結構日焼け止めも強めで、はい、結構もうこれ塗っただけで色とかはついてないけど、もうツヤ感が結構すごまめって感じです。続いてこれ塗ってみようかな。カレボービルベイルオブデイ日中用美容液マスク。これはアットコスメで買ったやつですね。私こういうの使う前にちょっと口コミとか見たいんだよな。あ、メイク下地系なんだ。じゃあ先にこっち塗っちゃいます。イブサンローランのラディアントタッチブラープライマーも、これ私何年使い続けてるって感じなんですけれども、やっぱこれがね一番ね毛穴が埋まるので愛用です。熱い。ちょっと風量下に向けた。風量じゃなくて風向、こっち向いて。あ、来た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 。こんな感じで塗れましたらスポンジで軽くなじませます。今日はもう本当にゆっくりメイクしたい気分なので、いつもなんかもうやばい時間がない時間がないとか言いながらバカみたいに急いでメイクしてるんですけど、今日はね久々の快晴なの。昨日も晴れたんだけど昨日今日とね快晴なの。だからもう本当に心が穏やかで、私の場合やっぱね太陽って本当にいい、素敵、私の心を豊かにしてくれてくれる。ちょ、ごめんね、このちょくちょくさ綿棒鼻に突っ込む事件が発生するんですけど、鼻がかゆいので、これ使っていきます。どうなんだろう、結構白っぽい。ん、結構あの肌色の BB クリーム系を想像してたら全然違った。え、待って、昼寝したから毛生えてないよね、大丈夫だよ。焦った。うん、特に他の化粧品と相性が合わないとかは問題ないです。ちょっと油分が高めなのでこれも軽くなじませます。できましたらコンシーラーしましょう。まずこのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの暗い方の色でニキビ跡だったりほくろ消した後を隠していきましょう。なんかこの辺にシミができてんだよね、どういうこと？で、そしたら今自分の肌の色で一個暗い色でニキビとかニキビ跡とかほくろの跡粗系を消して、自分の肌より一個明るい色でこの目の下に入れます。で、これを手でなじませていきます。自分の肌より一個暗い色の方が隠れやすい、粗が。で、粗が目立ちやすいところはあんまりポンポンポンもしすぎず、本当にちょっと伸ばす程度で。で、このディオールのやつは厚み感がそんなに出ないからおすすめよ。メイクはね、本当テクニック一つでどうとでもなっちゃうから、本当に中学高校の頃研究してよかったなって思う。そしたら、今中指で伸ばしたんだけど、違う指に変えて明るい方のコンシーラーで、この美肌ゾーン。やっぱここがパーンと明るいとね、若く見えるし、肌も綺麗に見えるので。で、最近は私、今まではね、涙袋を避けてやってたんだけど、もう涙袋もがっつりいっちゃいます。なんかね、なんか本当にナチュラルメイクする人は避けた方がいいんだけど、私みたいにメイクが濃かったりする人は、やっぱちゃんと塗った方が、アイシャドウの色も綺麗に見えるし、やっぱコンシーラー塗ってないとさ、アイシャドウがワントーン自分の肌に近づいちゃうから、ワントーンが暗くなるのね、求めてた色より。だからそれが嫌なので、しっかり涙袋のところまでもう私は乗せちゃいます。でもその分、最初ちょっと目が死ぬほどちっちゃく、もう本当に切り込みしかない目なのに、余計切り込みしかない目になっちゃうんですけれども、スポンジで叩きすぎない程度に軽くなじませる。で、
でも時間ない時とかはもうほんとこれでパウダーするぐらいで全然いいんだけど、やっぱり今は夏でファンデした方がね焼けないので、ファンデにもあれが入ってるから日焼け止めが、ファンデもしっかりします。その前にこれもアットコスメ前回買ったやつ、ジバンシープリズムリーブルスキンケアリングコレクターのグリーン、ここの赤みとかに塗りたいと思います。これはちょっとうわめっちゃ緑、初めての試みなのでどうなるかわかんないですけど、ん？これ私コンシーラー系だと思ってたけどさ、コンシーラーじゃないな、もっと前にやるやつ、めっちゃみずみずしいんだよねテクスチャーが。あ、でも赤みははいはい消えたかも。これ多分ね、どの段階だろう、カネボーの次にやった方がいいかな、コンシーラーの前にやってこれを仕込ませてコンシーラーをやった方がいいかも。皆様ちょっとご注意を。で、ファンデーションはいつものコスメデコルテ全ウェアフルイドピカソのスパチュラに取っていきますよ。こういう感じで縦に何回も上下させて、そのまま縦にスッ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 ってパンの上にバターを塗るみたいな感じでやると綺麗にできます。で、こういう凹凸の部分もその凹凸に合わせてこうやってねスパチュラを動かすと結構全体的に綺麗にのせれます。これもね、最初の頃は私も苦手だったけどどんどんできるようになった。鼻はちょっとまだ難しいね。で、スポンジで浮かしていきます。この前ね、あやちゃんと、あとこのリリーの二人とご飯行ったの。このリリーとご飯行くの初めてで、けどうちらもうずっとこのリリーのことが大好きで、もうハワイとかでもずっとこのリリーこのリリーって喋ってたの。で、私がよく行く恵比寿のね、小籠包屋さんがあって、中華料理屋さん？中華？もう大好きなのそこに行ったんだけど、もうこのリリー最高。ほんと大好き。世界一面白い。世界一面白いくせに、世界一礼儀正しいわけ。だって私さ、後輩じゃん。めちゃめちゃ。なんならその中で一番年上なのね。あの二人が多分。もう一番の後輩にも、もう超気使ってくれるし、超優しいし、もう本当に大好き。でね、あ、そうだ、話変わるけど、8月4日だっけな、の TGCT の東京に出演の情報解禁がされたので、ぜひ皆さん遊びに来てください。多分もうチケット売り切れちゃったのかな、わかんない。サイト見てみないとわかんないんですけど。嬉しい。毎回出させてもらってる TGCT。今回も楽しみましょうね。そうで、このリリがいるの TGCT にもう最高と思って、やっぱり、その舞台裏とか、裏にね、友達がいると本当に最高なわけ。続いて、パウダー。これも前回買った、プリズムリーブルのルースパウダーですね。もうね、もうなぜかっていうと、もうまず、テンションぶち上がる、楽しい、おもろい。で、やっぱりさ、ああいう楽屋裏ってさ、みんな緊張しててさ、結構もう、何？みんな緊張もあるし、時間の追われてる、タイムスケジュールに追われてるってのもあるし。ごめんなさい、この自分の適当さにも笑っちゃった。この、今まで続いてた、パウダーを取りたくて適当に目の前にあったものでゴンゴンゴンってやったら思い切り観葉植物のあの鉢だった。ごめんなさい。わ、いいかもこのパウダー。やっぱりすごい、めっちゃ綺麗かも。でも伝わんないんだよね、このパウダーの綺麗さとか、この細かいディティール、めっちゃうざい言い方。そうそう、ほんで、そう、イベントの楽屋裏とかって、やっぱ、みんな時間に追われてたり、メイクに追われてたり、フィッティングに追われてたり、もう本当にバタバタなわけ。結構もう隙がないっていうか。けど、そんな時に友達がいるってやっぱ最高じゃん。あ、よかった、安心っていう。だから毎回、イベント出るごとに友達がいっぱいいるから嬉しい。うん。めっちゃいいかも、このパウダー。なんか、そんなにつけてないのに、めっちゃ広がる、伸びがいいし、あのね、粉っぽくないし、一幕張ったみたいな。ちょっとこれで、時間見て、また、よかったかお知らせしますね。そしたら、ノーズシャドウはいつもと変わらず、セザンヌ先生です。そう、だから TGCT、あと誰がいるんだろう。あ、ムクエナもいるって言ってたな。しかも、ムクエナなんて、この前ね、その岩手の TGCT の時に一緒だったんだけど、ブランドが全部一緒だったの。出させてもらってる。だからもう、最高なわけ。もちろんその遊びに行ってるわけじゃないからさ、あれなんだけど、やっぱ安心するじゃん。YouTuber とかいると。あんなさ、もうモデルさんばっかり集まるところでさ、なるわけじゃん、こっちも。ん？なんか肌白くなった、私。その、ファンデとか関係なしに。ちゃんとビタミン取ってるからかな。最近それかサプリとか結構ちゃんと飲むようになって。薬とか。気持ち白くなったかも。ちょっと画面越しでは、いつも通り濃く見えてるんですけど。馴染みますから。馴染みますから。もうくだんない。本当にバカ言ってる。もういい加減にして。
できましたらアイシャドウ、前回買ったディオールバックステージアイパレット002。やばいよ、もう私がついにアイシャドウのデパコスを手に、アイシャドウのデパコスに手を出してしまいました。でも可愛いのこのカラー。あ、え、これプライマーも入ってんだ、すごっ。けどプライマーを塗ると、アイプチ勢の子は分かると思うんだけど、本当にプライマーだけは敵だよね。分かる。もう油分多いわ、アイプチが最悪だわ、相性が。なのでプライマーは一生使いません宣言。まずこのね、ちょっと薄ピンクをアイホール全体に塗っていきます。うん、全然伝わんないね。てか待って、これさ、一瞬でさ、このディオールのさ、彫ってあるロゴがさ消えるんだけど、え、悲しくない？こういう天気いい日はさ、私絶対さ外に出たい人なんだけど、今日はそれこそお家でのさお仕事もあったし、時間も中途半端だったから、もう家にいようと思ったんだけど、たまにはこういう日もいいね。家でお昼寝してゆっくりする日。うん、かわいい。ちゃんと薄いのに高発色。なんかちょっと矛盾してるっぽいけど、なんか伝わるかな。薄いのをちゃんと維持しつつ高発色にしてくれる。うん、いい感じ。そしたらどないしようかな。一旦ここの一番濃い色で目頭に入れていきます。こんな感じでここ入れた。かわいい、このブラウン。ちゃんとピンクベースのブラウンになってる。こんな感じでできましたら、どうしような。このままピンクで終わってもいいんだけど、ちょっと可愛くなりすぎるので、この上にここのね、真ん中のちょっとくすんだピンクを重ねます。うん、可愛い。目尻からこうやって入れて、つなげる感じ。やっぱ発色いいわ。こういうなんか、ニュアンスっぽいカラーでも発色いい。大体ニュアンスっぽい色を再現しようとすると、アイシャドウってやっぱりどうしても薄付けになっちゃうけど、さすがディオールさんですね。うん、可愛い。で、これを、下は、一回全体的に入れてみようかな。重ね塗りはせず、一塗りだけ、こう。一回取っただけで全体的にやるとちょうどいいかも。かわいい、めっちゃ。こんな感じでできましたら、ちょっとここの目頭に入れた茶色が結構思ったより茶色だったので、ここのね、ここよりもここよりもピンクが強いもので、くの字に目尻を入れていきます。わかる？ちょっとやりすぎた。あー、やりすぎちゃった。まあいっか。でもそれでも可愛い。そしたら、まあ、薄めの茶色だったら何でもいいんですけど、このウォン・ジョンヨ先生のここの茶色を取って、涙袋の影を描きます。最近の私の涙袋のブームは、昔っていうか今までは結構目頭から入れてたんだけど、最近は黒目の真下、目の真ん中から涙袋の影を入れることにハマっております。割とね、目頭側は開けるかも、イメージ的には。こんな感じで作れましたら、さっきの目頭に入れたここの黒を取って、黒っていうかブラウン、この目の際ここに入れます。うん、こんな感じでできましたら、アイシャドウを一旦、嘘の前に、最近私がハマってる、あ、待って、先涙袋描いちゃう。今度はリキッドでラインを描きます。これも割と真ん中から。最近はなんか後ろに長い涙袋にハマってて、 K-POP アイドルが最近結構そうなんです。で、できたらこういうね、細いブラシを取って、その使ったアイシャドウの中で一番明るい色、だから今回だったらここの色を取りまして、この涙袋にのせると、わかる？こっちやってこっちやってない、統一感を出しながら涙袋をぷっくり出せるので、おすすめチャンネルです。はい。え？そしたら一旦眉毛を描きます。最近ね、眉毛難民で、私本当に昔から眉毛を描くのが超苦手なので、1年2年前ぐらいにあれをやったの、眉毛タトゥーやったんだけど、もうほぼ消えかけてて、で最近の私のブーム的には太眉のアーチなのね。で、そのタトゥーした時にも、やっぱ眉毛ってその流行りとかがあるから、どっちでも転べるように描いてもらったんだけど、どちらかというとその時平行がやっぱりまだ流行ってたから、平行気味に作ったのね。だからね、難しいんですわな。結構平行だもんね、今もこれ太すぎなの。沖縄行きたい、久々に。てか海がやっぱ大好きなんだよね。てか夏が好き。本当に難しい。もう一回眉毛タトゥーしようかな。けど今やっちゃったらさ、眉毛タトゥー絶対アーチとかに作っちゃうんだよね。で、そしたらアーチが飽きた時にさ、結構困りますからって感じじゃない。でもちょっと太いな、眉毛。でもな、本当はこれぐらいの太さがいいんだよな。なんだろう、キリッとしすぎなのかな。一応アーチでちょっと頑張ってみたつもりなんですけど。てかあれか、目がまだ切り込みだからか。アイプチしてアイラインしたらなんかうまくいきそうな気がするかな。どう？
一回これで様子見ていい？で、眉毛マスカラはケイトの。てか待って、今何時？あ、やばい。ちょっと一旦ドローンしていい？私一回仕事に一瞬だけやんなきゃいけないことがあるので、この時間帯的にちょっと一回ドローンします。ちょっと少々待ちを。はい、というわけで皆さんすいません、お待たせいたしました。終わりましたので引き続きメイクを再開していきたいと思います。はい、そしたらマスカラします。マスカラ大先生はいつも通りもうメイビリのスカイハイ先輩です。その前にこのシピシピのプランパーを塗って唇をよりぷっくりさせていきますわ。てか私前回の動画でさ、なんかめっちゃ喋りたいことあってみたいな話とってやんか、全部忘れてんやけど、もう本当に最低、本当に YouTuber 向いてない私。何を喋りたいって言ってたんだっけ、教えてみんな。次話すそれ、ごめんね。甘くいいか甘くいいか甘くいいか大好きあの歌。甘くいいか甘くいいか甘くいいか。もう本当にもう最悪なビジュアル私。やばい、まつげのコンディションも最高、マジ前世ラクダだと思う。それぐらいまつげ長い。てかさ、そういえばさ、今外の音聞こえて思い出したけどさ、車のカスタムとかでさ、めっちゃバカでかい音出せる車とかあるじゃん。ちょっと待って、その前に夕日が綺麗すぎるんですけど。天狗ちょっと待っとって、ごめんね。ちょっと待って、ごめん、これは肉眼です。幸せ。そうそう、ほんで、あのカスタムのあれってさ、あれ何のためにあれをやってるの？あのさ、なんか速く走るとかそっち機能系、それかなんかビジュアル系、見栄えがいいからあれやってんの？ちょ、わかんないんだけど、車詳しくないから。全然そのね、人の好き勝手だからやっていただくのは全然いいんですけれども、あの場所をねちょっとわきまえていただきたくて、この前ね、あの天の散歩行ってる時に、天の散歩のコースが結構その住宅街とかその路地を入るのね。あんまり車が通んなかったりするところにしてるんだけど、天の散歩コースを、もうそこでもうそのブンブン系のスポーツカーがもうめっちゃでかい音出して、もうほんと爆発、ほぼもうバコーンって言いながら走ってったの。もう私も超びっくりしたし、天もめっちゃびっくりしちゃって、もう怖がっちゃってたの。それちょっとなんとかなりませんかね。すいません、ちょっと私の身勝手なんですけれども、それだけ本当に本当にびっくりしちゃうので、ちょっと本当にちょっとだけ気をつけていただきたいです。まつげができましたので、チークします。チークはね、これ使いたいの。この前回買ったディオールのこのめっちゃキラキラが入ってるやつ、伝わんないけど多分。そういえばさ、あの MBTI だっけ、なんだっけ、 MBTI なんだっけのやつがさ、あれ新しくなったじゃん。だからそれ今日やってみたのね。そしたら私今まで英語は忘れたんだけど、広報活動家だったんだけど、いいなんとかなんとかなんとか、今回やったら変わってて、何スクショしたんだよな、 ENFP 運動家になってたの。これって何の、いいの悪いの？てかこれってさ、何を基準にやってんの、その、何をどうあれで、性格診断とかそういうこと？え、待って、めっちゃ可愛い、これ超ラメ入ってて、わかる？伝わんないのが超悔しいんですけど、めっちゃラメラメで超可愛いんですけど、いいなんとかなんとかで、誰と一緒だっけな、あれなんか有名人で、あ、この人と一緒ですよって出るのね。あ、バンタンの RM と一緒だったわ、そういえば。朝なぁ。でもあれでさ、相性とかもあるんでしょ、この人と相性いいですよ、みたいな。それが結構重要じゃない？はい、できましたので、アイプチしていきまーす。はい、というわけで二重になったのでアイライン描いていきます。アイラインはもう本当にいつも同様カロミーです。ね、待って、夕日が沈む前にさ、メイク終わらせたい。最近はまたちょっと垂れ羽っぽいアイラインにハマってるので。で、私ちょっと前までめっちゃアイライン太かったんだけど、なんか韓国の自分の顔の系統を似てる人を見てたら、奥目でとか見てたら細いんだよね、みんな。で、なんでかなって思ったら、やっぱ細い方があれなの、奥目の人とかって目が大きく見えやすいのね。だから最近は細めにしております。いつも石灰ラインを描いてるのにたまに長くなっちゃうの、なぜなぜ。これ TikTok でやりたい。あのなぜなぜシリーズ見るのめっちゃ好きなの私。洗濯が終わった合図をアイソレバージョンでお届けいたしました。なんかもう本当になぜなぜシリーズに出したい。なんか毎日同じこと、毎日じゃないけどさ、そのメイクするときは絶対同じことをしてるのにさ、なんで日によってうまくいったりいかなかったりするんだろう。マジなぜなぜじゃない？はい、リップ。リップも前回買った、このナーズの2100、違う、2941番。深
髪ピンクっぽいカラーで。かわいい。で、ちょっとまつげを上げます、ホットビューラーで。はい、もう終わりよ。お待たせしました。長らく。で、ハイライトはいつもはつけるんだけど、今日はチークにめっちゃキラキラが入ってるので、つけたらちょっとやりすぎっぽくなっちゃうので、今日は省きましょう。激カワじゃない？最後にチルチルのセッティングスプレーで。かけて、はい、完成。ちょっと一旦髪の毛やってきます。待って、もう夕日が最高すぎて自然光、こんな感じのメイクです。なんか針や、つまんというわけで、普段はいつもあんまり髪の毛やってるところとかは載せないんですけど、ちょっと今日は時間に余裕があるので、髪の毛でも巻いてみようかなとか思ったけど、なんかもう巻くの下手だし、マジで巻くのが世界で一番苦手なのね。だし、なんかもう暑いし、てかだ、あの洗面所って暑ない？暑いし、みたいなので、もうストレートでいきたいと思います。めんどくさくなっちゃった。てかなんか久々かも、前髪下ろしたの。最近は割ともう暑くて、どうせ汗かくしと思って、前髪はね、もう作らず、センター分けみたいなことが多いんですけど。え、待って、もう汗かいとる。でもわかんの、その気持ち。汗の気持ちもマジで共感。暑いよね。洗面所って本当に暑い。本当にだってドライヤーとか NG だもん。巻いていきます。だから最近ほとんど前髪とか作ってないから、もう前髪が長すぎて、いつもだったらね、あの眉毛と目の間ぐらいのところで切るんですけど、センター分けした時にね、切っちゃうとなんか短いピヨンってのが出てくるから、あんまり切りたくないんだよね、本当は。で、私はこういうあのアホ毛を抑えるスティックで前髪は作ってます、最近。シースルーにするだけは。これはアンドハリーです。これめっちゃ、あっ、めっちゃいい匂いのおすすめ。なんか急に元ハノ声乗ってきた。え、まさか私今日メイク動画ずっとハノ声だったわ。で、結局あのメイクが終わってから多分もう 1,2 時間経ってて、天の散歩行ったり、あの散歩の時って帽子かぶるからさ、髪の毛セットする前に散歩行こうと思ったらこんな時間になっちゃって、もうストレートの時はめんどくさいので、何、なんかブロッキングみたいなことはしません。もうこのまま直接こうやってやっちゃいます。しかも髪質改善を、え、もう2年くらい経つのかな、あれやってからしたので。え、ねえねえ、無理無理、熱い。あー、ごめんなさいね、ライトを、携帯のライトを照明、携帯のライトを照明代わりにしてるので、ちょっとブーブーうるさいかも。LINE が来て。ね、やばい、もう汗だく、死にたい。っていうのは嘘。言い過ぎた。で、ブロッキングしない代わりに、表面やったら、こうやってね、ちゃんと順序立てて、内側もしっかりやっていきます。アイロンはね、ヘアビューロンだっけ、この名前の 7D を使ってます。私は温度は140度、高いのか低いのか分かんないんですけど、あんまり高すぎは良くないみたいなので。でもまあ120にしちゃったらちょっと信頼なくねみたいな、まあ140が安牌じゃねみたいな感じなので。赤もう無理、熱い、やだ。本当はいつももうちょっと丁寧にやるんですけど、なんか暑い、なんで、ちょっと待って、エアコン、赤もう本当に暑くて NG、 ちょっとズボン脱いでいい？私も家でズボンを履いてることが無理なのよ。寝るときもワンピーススタイルじゃないと寝れないし、基本的にズボンあんまり好きじゃなくて、もしパンツ映ったらごめんなさいね。で、こういう横のケアも適当に。本当にヘアセットが苦手だし、しかもね、美容院行けてなさすぎて、髪の毛がね、プリンもやばいし、明日行くんですけどね。なんかもうなんか暑くて、もうなんかどこで何を喋ってるのか全然わかんない。パンクパンクチューギュー、パクパクチューギュー、なんかこれが頭から離れない。あの子が大好き、真っ赤のポニョ。尺長い？ジブリみたい。なんか海外のさ、ネトフリだったらジブリ見れるとか言うじゃん。なんで日本見れないんだろう。金曜ロードショーでしか見れなくない？多分ツタヤとかで借りれば見れるんだろうけど、 DVD プレイヤーなんか持ってないからさ。ジブリは、いった、待って、爪で自分のここグイってやっちゃった。爪長すぎ、やるやる。でもやっぱもう爪長くないと無理だよね、普通に生きていけなくなる。なんかもうさ、一回さ、短くしたことがあったっけ、ないけど別に。あ、折れたりしたらさ、もう本当にラインとかも誤字がひどいの。もうこの爪先まで私神経通ってるから、もう爪先の感覚なのね、ずっと。もうここ2、3年ずっとさ、これぐらい長い爪でいるからさ、全ての感覚がそこでやる、そこなわけじゃん。だから急に短かったらもう本当に NG。 え、びっくり。もう
オイルはリュクスオイル。これ私がいつも髪の毛お世話になってるダイちゃんがいる島で買えるんだけど、マジでいい匂いなの。私こういう甘い匂いが大好きで、あくせ、最近は結構もうこういう無造作な感じが好き。なんかガチガチにセットしてないですよ感を出すのが結構好きだったりするんですよね。マイメロディです。絶対違うよね。はーい、完成。というわけで以上。はい、というわけで準備完成。こんな感じで私のGet Ready With Me毎日メイクでした。バイバーイ。